アイドルマスターミリオンライブシアターデイズ。いらっしゃいませ。バーフィリップにお越しくださいまして誠にありがとうございます。新カード登場。二階堂千鶴さん。そしてもう一人は二見亜美ちゃん。ミリオンフェス開催中。今回はこのゴージャスでセレブリティなお二人をお迎えに行こうと思います。さあ今日も当てに行かさせていただきますよ。その前に詳細、夢見る大人の時間、二階堂千鶴、フェアリーダンス特化で、そして子供の殻を破るとき、二見亜美、こちらはエンジェルのビジュアル特化。いや、私のパーティー、フェアリーパーティーはダンス特化型ので、間違いなく千鶴さんはエースになるでしょう。では、まずは1日無料10連ガシャ、回します。お、いきなり SSR 来ました。誰でしょうか。天空橋ともか様。ありがとうございます、ともか様。しかし、入手済み SSR でございました。お目当てを当てに行くまで、私のガシャは止まりません。チケットもまだまだありますので、チケットから回していきます。タタタタタタン。SR2 枚。しかも、みんな持ってる。まあ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 、ガチャ動画のよくある光景でございますね。家宝は寝て待て。ならぬ。家宝はとにかく回せ。でございます。そして、早坂さん演出来ました。誰だ ?SR2 枚。なぜ、早坂さんの演出はたまに思わせぶりな時がある。カメラマンさん、早坂さん。早坂さん、ちょっと噛んじゃってすいません。お、また早坂さん演出。来てください、来てください、来てください。来い!来ない。ちょっと今回、SR ばかりでございますね。SSR!SSR! SSR! 出現率2倍のはず !2 倍って言ったって、まあ、少ない数値の2倍でございますけれども。早坂さんの演出は来る、来る、来る!演出が来るなら、来て、来た !SSR! 誰だ?よし!このシルエットはまずまずお目当ての1枚!二階堂千鶴さんでございます。もう世界の富豪からプロポーズされまくっていますね。しかし彼女はアイドル。そんな申し出突っ跳ねる。私にふさわしい高貴な衣装ですわね。おっしゃる通り。より一層セレブに参りますわよ。よ、お嬢様、待っていました。ではボイスを聞きましょう。あの皆様、熱心なお誘いはありがたいのですが、私はアイドルですから。って話が通じてませんわね。どうすれば説得できるのかしら。ほらアミ、一緒に考えてくださいな。千鶴さん、ここは私にお任せください。へい、あなたたち、この人、ジャパニーズアイドル。モテモテ、綺麗、わかる。でも、あなた方のものにならない。帰れ、去れ。お、そして来た。さらに、早坂さん演出。演出は来るのにな。思わせぶりの早坂さんが多いな。もう、SSR が来なかった時の早坂さんは、偽早坂さんとでも呼びましょうか。ただでさえ言いにくいの。おー、最高の一枚ができました。これはもう来たでしょう、来たでしょう。ほら、後ろもピンクになってて、カチン。この演出は、お、一枚目はこれは幼い頃の佐竹美奈子ちゃん。やった、この美奈子ちゃんは持っていなかったから嬉しゅうございます。かわいい。
気がしますね。みんなのカロリー追加しなきゃ。なんなんだ今のは。でそれはカロリーじゃなくてブロリーでございますね。おお、そして2枚目はアミ、二ミアミちゃん、お目当てがもう揃ってしまった。ハッピーウレピーよろぴくね。ドバイの景色がゴージャス。じゃじゃーん、いつパーフェクトゴージャスアミのローナクニャンニョがアミにくぎづけ。老若男女ね。やった、お目当てきた。かわいいスーパーサイズラブ佐竹美奈子、そして二見アン。あ、黙ります。千鶴お姉ちゃん、どうどう、これアン超似合ってるじゃん。ビーチに迷うとセクシー天使アミにヘロモンで、本場のセレブたちも一かの。なんで目隠して照れてんの。それはアミがセクシーすぎるからだよ、珍しく。はい、というわけで今回のガシャ動画はこれにて終了させていただきとうございます。最後までご視聴してくださいまして誠にありがとうございました。